視聴者さんと対決、リアルタイム凱旋対決。いい勝負しましょう。お、開始や。勝ちますぜ。バリサブ。阪神タイガース対阪神タイガースのゲームを解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三田大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはタイガースの先発森本が名古屋ドームのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。お願いします。小宮山さん、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか。え、俺ここなってる球場は投げやすいです。ホームランを打たれるのだけは嫌でしたから。やばい、ミスった。リアルタイム対戦ちょっと難しいもんね。そうそう、気になったようです。いい角度で落ちました。スナップで決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている吉田。距離もまずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上森本、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。これやな。お、あとできた。うまい。お、今の感じだったら三振取れたな思ったけど、頑張ってないですね、さすが。あ、ミスった。お、危ない。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました。よし、三者凡退。一番柳田、熱い熱い打線やな。さあ、これからタイガースが守備につきます。ピッチャー誰？森本。そして、いや一緒や。ピッチャー一緒や。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。しかも、まあまあ強そう。まず何を投げてくるか。アウトコースに送っています。リードボールを持っています。だからスローカーブ持ってるの知ってんのか。ストレートしか打たへん。あれ、タシッとやった。ストレート狙い、変化球ちょっと追い込まれるまでは捨てますわ。球目追い込まれるまでは変化球捨てるとか言ったけど振ってしまった。もうでもこうなったらね、追い込まれてるから。うーわ、ホームランボール。ワンアウトです。バッターは2番に入っている工場。森本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ストレート狙い。変化球はちょっと臭い球は捨てるっていうか、変化球はちょっと捨てていこう。追い込まれるまではボールになります。追い込まれるまでは変化球を捨てますぜ。いい、今のは打たなあかんかったな。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球絡み、2アウトになりました。3番バッター、エナロッソ、エエンブルー、不足、アッチ。初球は何から入ってくるか。ストレート早かった。まとめてお聞きしますが、この福留、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にも打ちました。ああ、三者凡退、お互いに。いや、この試合おもろいな。2回表に入ります。山川さん、ちょっとホームランだけは気をつけなさいけど、どうしようかな。タイガース、得点に動きはありません。あ、やばい、失投や。0対0です。打ちました、痛烈。いや、今のボール危なかったですよ。そうですね。あ、失投や、これやばい。ノーボール、ツーストライクです。M 三振。よっしゃー。変化球、神。まず一つアウトを取りました。バッターは DH 中田。いや、一発あるバッター多いから怖いな。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。あ、失投やばい。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。一発あるバッター多すぎて怖い。高めストライクになります。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。6番バッター横尾。ツーアウトランナーありません。いや、ほんま全員一発あるから怖いな。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか。このヒットが危ない球です。今日初めてスライダーなベンチャー、ヒットやけど。3球目打ちました。しゃー、この回、一発欲しいな。1点欲しいな。1点欲しいな。
さあタイガース、この回は1点欲しいな、1点1点が欲しい、1点がどうしても1点が欲しい。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。打った、高く上がった、よし初ヒット、よし初ヒット。さあそしてバッターボックスには太田が入っています。続けて期待できるバッターに回ってますね。よし初ヒット。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。終盤前に先手を取っていきたいですね。なるほど、そうですね。これが2球目。これはストレート、ストレートが薄さやな、早いな、ストレートは。全部狙ってたんでしょうかね。これに気づき出したら辛い、ね、ストレートのタイミングが合ってないっていうのに。変化球打った、よしよしよし、進塁だ進塁だ。さあそして打席には山田が入ります。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにしてこの表を終えたいですね。なるほど、そうですね。山田、ああ外へのスライダー、ここは見極めています。スタンド越えて打球は遥かな夢へと続く。さあ、そしてバッターボックスには中田が入っています。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ、シュアートながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりと先生と動いたいですね。なるほど、そうですね。手で夢つかめさ羽ばたけな方、4位とはわずかに外れています。155キロ、やばいな、ストレートばっかに行ってる、ばかり出してるかもしれない。次の球ストライク、ストライク来たらちょっと嫌やな、早い。変化球だった、三振、タイムリーとはいきませんでした。手に入らんってマジで阪神攻め切ることができませんでした。3回の表、7番から始まるタイガースの攻撃、京田が打席に入ります。タイガース得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ほら、しっかり内に持ってきました。ストレート、ストレート当てれるかな。僕は当てに当てられんかったからね。外の低めです。めっちゃ速いな思ったから。ワンボールツーストライク。うわ、気づき出してる多分。やばい、失投や。打ちました。オッケー。打席には1番バッター鈴木。あれ変えようかな。まずは先頭バッターを打ち取っています。投げる球っていうか配球。うわ、これ失投やばい。うわ、これ。今のはちょっとヒヤッとしましたね。はい、そうですね。また嫉妬や。痛烈。なんでここに水バッタしね。こっちへのボール外れました。よっしゃ、三振。バッターは9番に入っている。なな、最後に絶対フォークすると思ってるから最初にフォークいってた。まず1球目いっぱいに決めてきました。ストライクです。あ、ヒットやばい。内へ持ってきましたが外れました。いいボールですね。で多分フォーク来ると思ってるから、はい、ストレートがストライク、ワンボールツーストライクです。スライダー引っ張った。よし、タイガースの攻撃、バッターは8番キャッチャーでマスクを取っている梅野。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎えます。外から打った、先頭バッター出ました。バッターボックスには指名打者のロサリオ、ロサリオさん、ミットでランナーを一塁に置いています。アイディア試行中です。なんか考えてますね。いやー、何考えてんだよ。タイガースピッチャー変えた、が変わります。モイネロか、モイネロさんってカーブでストレートそんなに速くなかった。これが1球目、また初球、あ、今打てた。打順は1番に返ります。バッター柳田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトになっている。ファーストランナースタート。よっしゃー、ドロップ成功。よっしゃ、いけ、ギター。あのような足と尽くすようなスリープ、あのような足と尽くすようなスリープ。
外へのスライダー、ここは見極めています。これで3ボール。振り遅れてますね。タイミングあったのかな、ずっと左方向落ちろ。よっしゃ、さよならちゃホームイン、決めた柳田、さよならのタイムリーヒット。なんとさよなら勝ちです。いやー、いい試合やったな。でもめっちゃいい試合でしたね。いやー、いい試合やった。いや、ほんまにいい試合やったっすね、冗談抜きで。いや、本当にね、試合やってくれてね、ありがとうございました。またね、ぜひ、機会があればね、やりましょう。そんな感じでね、今回の動画は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。